今日午後2時頃、新宿の暴力団室井組の事務所に数発の銃弾が撃ち込まれる事件が起きました。警視庁では放送事件とみて捜査に乗り出しました。話し合いで権利をつけろと言ってるんだ。降りかかる火の粉は腹のならんでしょう。こいつドス出されても平気なんですか。大しただけだ。ヤクザになる覚悟はあるの。はい。今ヤクザが怖くないのか。人によるわ。あなたは怖くない。てめえが犬だったのか。容疑は何だ。贈収賄の疑いがある。弁護士を呼べ。我々の使命は反社会勢力を一掃することだ。博打に手を出したそうだな。この任務につけばもみ消してやる。お前が撃て。裏切り者を生かしておけねえ。それが俺たちの掟だ。